もしいてくださった方は1回聞いてくださったかもしれないんですけども、1月17日ということで、私は神戸出身のシンガーソングライターなんですけども、阪神淡路大震災から26年ということで、去年もこちらの梅北広場から歌わせていただいてた楽曲を最後に歌って、今日のライブは終わりにしたいなと思います。幸せ運べるようにって歌知ってる人いますか？あ、ありがとうございます。神戸の人、あ、ありがとうございます。神戸では結構ずっと小学校の頃から子どもたちは歌い続けて誰もが知ってる歌で、最近神戸市の指定曲に決まったみたいなんですけども、阪神淡路大震災が起こった時に祈りを込めて学校の音楽の先生が作った歌で、その曲を最後歌って、追悼の意味を込めて、今結構コロナとかいろいろな大変なこともありますが、そんなことも忘れずに生きていけたらなと思って歌いたいなと思います。幸せ運べるように。自信にも負けない、強い心を持って、亡くなった方傷ついた神戸を元の姿
ありがとうございます。この後こちらで